2024年 F1 第6戦マイアミ GP の2日目ダニエル・リカルド RB が4位でフィニッシュしたスプリントレースについて次のように語った黒丸 2024F1 第6戦マイアミ GP スプリントレースのタイム結果スケジュール全セッションの結果ダニエル・リカルド RB スプリントスターティンググリッド4番グリッドスプリント4位 とてもタフなスプリントレース中ずっとミラーにフェラーリが映っていたので「よしチャレンジングだやれることをやろう」と思ったんだマイラップカルロスサインツを抑えることができたのでレースの終わりが近づいた時もしかしたらポジションを維持できるかもしれないと本当に思った。 あらゆる意味でスプリントレースだったし、タイヤセービングもなしだったからね。僕自身とチーム、そして僕を支えて信じてくれたすべての人たちを誇りに思う。特にシーズン序盤のカズレースを振り返ると、満足もあるが、力強い感情もある。辛抱強く耐えて、このような結果を残してくれたみんなに感謝しているよ。ここに来るまでにいろいろなことを乗り越えてきたのだから。 みんなこの結果に値するしなおさら嬉しいことだよ。